皆さんこんにちは。今も連日 WBC 関連の話題で盛り上がる日本、それは新たな野球ファンが増えるきっかけとなっておりますね。ドラマチックって言いますかね、はい、もうちょっとなんかもうクラシック音楽の世界でも1985年のショパンコンクールの優勝で圧倒的なファンを獲得したスタニスラフ・ブーニンさん、病気と大怪我を乗り越えて今年は10年ぶりのフルコンサートが実現となります。そして全国ツアーの日程が明らかになりました。ショパン中心で南極も含まれておりますが、今回のプログラムはまさにドラマティックです。それでは公演美順に紹介させていただきます。まずはここからということで、八ヶ岳高原音楽堂からのリサイタルスタートとなります。発売まで待ちきれない方も多いことでしょう。なおプログラムはこちらの通りとなっておりまして、昨年放送されたブーニンさんのご様子からは想像できなかったドラマティックな内容です。続いて新潟公演は11月26日に長岡市立劇場で行われます。そして12月に入ってまず3日に川口総合文化センターリリアにてリサイタル、そしてすでに先行販売されているサントリーホールのチケットは今月3日から一般発売となります。先行分はあっという間に売り切れとなり、びっくりされた方も多いことでしょう。そして12月23日は山口県でのリサイタルが予定されております。年明けの1月8日は大阪のザ・シンフォニーホールでのリサイタルとなります。またブーニン旋風を巻き起こしてクラシック音楽のファンを増やしていただきたいですね。